アクティブバイオは日本の競争馬である。主な勝ち鞍は2003年の日経賞、アルゼンチン共和国媒。馬名の由来は、冠名、バイオに躍動を表す、アクティブ。骨流のためデビューは遅れ3歳春の2000年4月、福島競馬場でデビュー。当初より、中長距離選手隊に使われ4歳児には、初勝利を含め3勝、重勝にも参戦するが弱外に終わる。 オープン昇級後も入着止まりの内容が続いていたが、2002年に日経賞を制止重賞初制覇。この勝利を受け後藤博樹が、しばらくの間、手綱を取るも、目黒記念2着が目立つ程度に終わり2003年以降は乗り換え割となる。重賞ホルダーとなったが、その後成績は頭打ち状態が続き、陣営は障害転向も視野に入れ出す。 2003年11月アルゼンチン共和国倍にて1年8ヶ月ぶりの勝利を記録し、重賞2勝目を獲得。続くジャパンカップでも勝利したタップダンスシチーからは大きく、離されたが2着から4着とは差のない競馬をして5着に入選した。これにより入り障りは先送りとなるも、再び凡走を繰り返し、2004年秋に障害転校となった。 障害では2戦目でほどなく勝ち上がるも、飛び越しがそれほどうまくないため3戦で平地に再転校となる。しかしその後平地で勝ち星を上げることはなく2005年11月に現役引退となった。引退後は阪神競馬場にて乗馬となり、2008年3月より同競馬場にて誘導馬となり、その後ミキホースランドパークにて乗馬として強要された。後に、 鹿児島県姶良群有水町のホーストラストに繋ぎようされ、余生を過ごし、2020年9月5日に23歳で死亡した。ありがとうございます。